はい、ガッチャンです。今日は今回のゆる活6回目のゆる活の報告は動画にしたいと思います。今回は、切り絵作家の小村さんをお呼びして、小村幸子さんというのは私自身15歳、中学浪人をしていた頃の15歳の頃に、もう今となっては伝説ですね、長岡で一番古い喫茶店だった磯しぎという喫茶店があったんですけども、そこで初めてお会いしました。そういった経緯から、ことあるごとにね、ポツンポツンと距離はある時もあったんですが、私がいかに15歳から45歳までどんなことをやってきたかっていうことをある程度知ってるお姉様なんですね。まあ、そんなわけで、小村幸子さんをお呼びして、私自身のことについて語っていただきました。まあ、今回参加人数もちょっと多めで、ちょい寄りした人も含めると、6人ぐらいでしたかね。はい。まあ、その中で、なかなか私自身もよくわかんない私の話を聞かせていただきました。まあ、その中でね、一番私も興味深かったのは、まあ、とにかくね、暗かったと言われてます。はい。まあ、暗かったと言っても、自分自身が暗かったような感じはしないんですけどね。ただ、まあ、25、6、7、8、まあ、20代までは、まあ、人とお話しするのが苦手だったかな。まあ、自分自身を表現するのが苦手だったかもしれませんね。まあ、そんなわけで、その頃のお話、どんなお話が出たかなっていうのをちょっと、動画と一緒に文章にまとめて、今日はノートにアップしたいと思います。まあ、今ノートの可能性とかっていうのを、まあ、ちょっと探り探りなんですけども、本当画像とアップもいいんですけども、動画とアップもいいかななんて思ってます。まあ、そんなわけで、これを YouTube に上げ、トップ画面にトップ動画にしたいと思います。ガッチャンでした。